第1回フランス国際ジュニアユース大会の決勝戦です。決勝のカードは優勝候補のドイツジュニアユースと我らが全日本ジュニアユースです。果たして優勝の栄冠はどちらのチームに。まもなく選手入場です。では最後にキャプテンから優勝のスピーチです。皆さん、大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会が始まる前に優勝を誓い合い、今その夢が叶って嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップで優勝することです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。だけど俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。誰も文句を言わない、君たちがナンバーワンだ。おめでとう日本。さすが翼だぜ。ああ、第1回大会にふさわしい優勝チームだ。優勝おめでとう。見事だったぞ翼。おめでとう。俺中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。その夢、世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。よし、いける。なんかつ相手も俺のドリブルは通用するぞ。うわあ、何ニコニコしてやがんだ。こんな大差をつけられてあんたら悔しくないのか。やめてやる、こんなサッカー部やめてやる。いい動きしてたぜ12番。サッカー好きなら諦めるなよ。大空翼さん、ブラジルへ行っても頑張ってください。中原中の12番、君も頑張れよ。翼さんにもらったコインをお守りにして、ここ太陽の国イタリアで俺はやるぞ。どうした信号、この間の紅白戦はまぐれだったのか。くそ、俺は負けない、絶対に負けないぞ。俺は翼さんと一緒にワールドカップに行くんだ。この日インテーナ対 AC ミラノの試合が行われていた。信号、これがラストチャンスだと思え。ラストチャンス、さあ頑張ろうぜみんな。やったやったな、シンゴ。ジノの最後の試合を勝利で飾ったぞ。ナイスだシンゴ。ありがとう、待ってよ。この日シンゴは本当の意味でのインテーナの一員となった。おい慎吾、お前まだ靴磨きやってんのか。うん、これだけはやめるわけにはいかないんだ。そこのおじさん、ちょっと待ってて、今始めるからさ。君は日本人か。そう、イタリアにサッカー留学してるんだ。靴磨きで生計立てながらね。おお、珍しいな。だがそう簡単に日本人を受け入れてくれんだろうに。そこはまあ、うんと実力次第だよ。そうだ、今日サンシロスタジアムに見に来てよ。俺もインテーナプリマベーラの一員で試合に出るからさ。え、インテーナプリマベーラ。教えてやろう。イタリアンサッカーは常にダンディでなければならない。小猿には向かないスポーツだ。サルバトーレ、ジェンティーレ。
あいつには真の葵、この借りはワールドユースで返してやる。いいか翼、もしこの入団テストに落ちたなら即日本に帰ってもらうぞ。すごい奴がいるらしいぞ、翼。16歳でブラジルワールドユース大会で優勝させた男、カルロス・サンターナ。この男と早く対戦してみたいな。サンターナ、俺はこの日をずっと待ちわびていたんだ。ブラジル全国選手権サンパス FC の優勝決定です。やったー。また一つ大きな夢を叶えたな、翼。ベロ、俺は負けたのか。ああ、そうか。サンタン、やったな、翼。ロベルド、翼。サンターナ、お前は次回のワールドユース日本の優勝を目指すと言ったな。うん。俺はブラジルの2連覇をかけてお前に挑戦する。サンターナ、ワールドユース優勝をかけもう一度戦おう。ん？どうした？見ろ。あ、誰だよあいつら。おい、こら、お前ら。いや、ああ、全日本の人。全日本？翼どこ？翼どこ？おらへんやんけ。いない、学館処分。仲居でもええやろ。けっ、何や、うわっ、何の真似だ。てめえら全日本をぶっ潰すってこった。挑戦状か。この試合受けて立つぜ。くそくそ、うん、負けてもた。今日は俺たちの負けだ。今度戦う時があれば絶対に負けねえ。また蹴散らしてやるぜ。また来る、翼、会える楽しみ。何だったんだあいつら。さあ、全日本ユース強化のためのオランダ戦だったが、 1,2 戦とも大差で全日本が敗れ去っている。まったく無意味な試合だよな。こんなチームと参戦もすることなかったんだ。そうだな。ああ、今日もまた負けんのかな。翼も若林もいないし勝てないよな。はあ、翼くん、体調は決して万全じゃない。でも俺はベストを尽くして戦う。オランダユースに勝った。俺は日本に戻ってきたんだ。勝手にフィールドの中入りやがって。ブライアン、誰なんだあいつは。あれがオランダユースの真のキャプテン、ブライアン・クライフォン。俺の手で、あいつによって壊された。若林君でも世界ってひどいや。さっき試合が終わったばかりなのにもう行っちまうのか。うん、ブラジルでもすぐ試合があるんだ。ワールドユースアジア予選にはまた帰ってくるよ。背番号10を開けて待ってるぜ。じゃあ。元気でね、翼くん。うん、サナエちゃんも。
何？真の全日本？リアルジャパンセブンだと？そうだ、ヘナチョコ全日本ども。こいつらが今日の練習試合の相手なのか。でも俺たちの相手だってお前たち7人しかいないじゃないか。しょうがねえだろ、厳しい練習に耐えたのはこの7人しかいないんだから。ごたくはいらねえぜ。どっちが強いか、どっちがヘナチョコかは戦えばわかるんだよ。いいこと言うじゃねえか。そうと決まれば早いとこ試合を始めようぜ。さすが全日本だな。ああそうだな。何をやってるお前ら。よっしゃ勝ったぜ。負け犬はさっさとグランドを出ろ。なんで主力7人が代表を外されなきゃならないんだ。何が主力7人だ。俺は長年世界各地のサッカーを見て回ってるんだ。世界のサッカーを甘く見るんじゃねえ。お前ら7人は合宿を出て自分自身を鍛え直してこい。いい、俺が目指すはただ一つ、世界の頂点。大空翼を中心に世界一のチームを作る。これは一体。しっかりしろみんな。翼、お前のために全員鍛え上げたが、その結果がこれだ。全員ぶっ潰れた。立ってくれみんな。ワールドユース優勝を目指して戦っていける者を頼む。立ってくれ。翼、俺たちはまだ戦えるぞ。まだ潰されちゃいない。いいか、お前らは潰れちゃいない。予定通り練習試合を行うが、お前らやれるか。相手が誰だろうと俺たちは戦う。相手はどこのチームですか。日本遠征に来ているサンパス FC だ。今日はいい試合ができて本当に良かったよ。でも今のままじゃアジア予選も難しいかもしれないな。ワールドユース、ブラジル対全日本、楽しみにしてるんだからな。翼。うん、俺もロベルト、そしてサンターナと早く対戦したいんだ。だからアジア予選に負けるわけにはいかないんだ。その意気だ。日本、グアム、チャイニーズタイペイ、タイ、4カ国によるワールドユースアジア第一予選が開幕した。俺たちの夢の第一歩、このメンバー、この状態から始めなきゃならないんだ。全日本ユース、苦しみながらもチャイニーズタイペイを下しました。日本は動きが悪すぎたよな。若島津、アジア予選日本選手名簿にはお前も登録されているからな。兄ちゃん、日本の実力はこんなもんなのか。どうだかな。だとしたらがっかりだな。てめえら、なんだあのふぬけた試合は。お前らは。あんなんじゃ優勝どころか一次予選すら突破できねえじゃねえか。おう、ズバーさん、会いたかった。嬉しい、戦力になるのは翼一人。本気で勝つ気があるのかね。だと？俺たちがこんな弱いチームに負けたと思われるのは迷惑なんだよ。全日本ユースは俺たちが初めて負けた相手だからな。今やったら絶対負けへんわ。そう、負けない、翼戦う。俺たちは負けないよ。どんな敵だろうと全力を尽くして戦う、そして勝つ。さっきの言葉取り消してやる。ワールドユース、絶対優勝しろよ。お前らと戦えてホンマストリートサッカーやっててよかったわ。あっ、ヒャヒャヒャ、スーパーさん、また遊ぼう。ありがとう、俺たちは絶対優勝するよ。この一次予選、グアム相手に日本は4対0、タイは12対0だよ。
どう考えても日本に勝ち目はないよな。美咲やヒューガたちがいればな。そんな陽気でどうするの。私は翼くんを、そしてみんなを信じる。俺は絶対負けないと、タイユース。やっぱり間に合わなかったか、太陽王子。アジア一次予選 D 組は日本が1位、二次予選進出を決めました。やったー。イエーイ、やった。さあ、もうブラジルに帰っちまうのか。今度みんなに会うのは8月だ。じゃあ元気で翼くん。私たち全日本ユースサポーターズクラブも8月にはマレーシアまで応援に駆けつけるから。うん。ふん、帰って消えなった。さあ早く始めようぜ。俺たちが全日本ユースだってことを証明してやる。そしてお前らを全日本ユースから引きずり下ろしてやるぜ。それはどうかな。お前らがどれだけ強くなったか見せてもらおうか。俺たちが本物の全日本ユースだ。さあ負けたんだから、リアルジャパンセブンには出て行ってもらおうか。そうたい。そうだな、俺たちもお役ごめんってとこか。なんだって。どういうことや。俺たちはお前らを鍛えるために作られたんだ。俺たちの分まで頑張ってくれよ。今日の練習試合の相手が来た。今までのどこのチームよりも強い。油断するな、あいつらだ。何？あいつら？なんでお前らがここに？俺たちがお前らの実力を見てやろうってんだ。ありがたく思え。見せてやろうじゃねえか、俺たちの実力を。そいつを楽しみだ。今の彼らならワールドユース優勝も夢ではありませんね。当たり前だ。そのために7人を離脱させたんだ。リアルジャパンセブンも奴らのために作ったんだ。そして日本のワールドカップ優勝。ああ、日本をサッカー後進国だなんて呼ばせやしねえ。俺たちが越えられなかった世界の壁、あいつらなら越えられる。ええ。